パブルフスクの紋章、パブルフスクは、サンクトペテルブルク市の中心の南方 30km ほどの位置にある都市。ロシア皇帝の力休のあるツアールスコエセローの町の南に位置し、行政的には、サンクトペテルブルク市プーシキン区に属する。以前は、レニングラード州プーシキン市の一部であったが、同市は1998年にサンクトペテルブルク市に併合されその一部となった。 人口は14,960人。パブロフスクの町は、ロシア皇族の夏の邸宅の一つである、パブロフスク宮殿の周りに発展した町である。同宮殿は、ユネスコの世界遺産、サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群の一部である。パブロフスクの庭園の入り口1808年に、描かれたパブロフスクの宮殿と、 庭園19世紀に描かれたパブロフスクの庭園内。川沿いにパーベル一世の楽しみのために建てられた要塞が立つパブロフスク宮殿パブロフスクの歴史は1777年に皇帝エカチェリーナ二世が息子パーベルに第一しアレクサンドルが生まれたことを祝ってスラブヤンスカ川に沿った362弟子やチーナほどの土地をパーベルに与えたことに始まる。 パブルフスクという地名はパーベルの名にちなんで付けられた。最初はマリエンタールとパウルストというドイツ風の小さな邸宅が控えめに建っていたが、やがててゼマとなり大きな宮殿を建てる計画が立ち上がった。1780年、スコットランド人の建築家でエカチェリーナ2世の宮廷に仕えていたチャールズ・キャメロンがパブルフスクでの宮殿造営の責任者となった。 彼は2年後、新古典主義様式の大宮殿のデザインを提案し、パーベルに承認された。宮殿の周辺には広大な英国式庭園が作られ、その中に多くの神殿風の廃墟、キオスク、コロネード、石橋、彫刻などを廃した。宮殿と庭園の建設には多くのイタリア人やロシア人の建築家が関わり、1786年に建物が完成した。 1796年にパーベルが皇帝パーベル一世として退官するとパブロフスク宮殿の周囲の集落は都市と言えるほどに大きくなったパーベル一世の皇后のマリアフィオドロブナはその後も永遠と庭園を拡張し続け現在見るような立派な庭園を完成させたパーベル一世の死後パブロフスク宮殿は皇后マリアフドロブナが所有を宣言しその後は 皇族ロマノフ家のコンスタンチノビチ系の家族へと渡された。ロシア革命以前、パブロフスクは首都サンクトペテルブルクに住む冬な住民たちのお気に入りの夏の別荘地であった。ヒョードルドストエフスキーの小説、白地にはパブロフスクの別荘に住む裕福な人々たちの生活が描かれている。ロシア最初の鉄道であるサンクトペテルブルクパブロフスクツアルスコエセローカンの 鉄道は1837年10月10日に開通し、交通の便は良くなった。ロンドンの地名にちなみ、ボクソールパビリオンと呼ばれた駅舎は、当時は一種のコンサートホールとしても使われ、ヨハン・シュトラウス2世、フランツ・リスト、ロベルト・シューマンといった有名音楽家らが、鉄道会社にロシアへと招かれ、パブロフスク駅で演奏会を開いた。多くの観客が、 演奏会を聞くために鉄道に乗ってパブルフスクへとやってきた。この駅舎の名声は大きな鉄道駅舎を意味するボクザルというロシア語単語になって残っている。パブルフスク宮殿は首都サンクトペテルブルクの外にあるロシア皇族の邸宅の中でも最も保存状態が良い部類に入る。豪華な新古典主義様式及び訂正様式の内装は1803年の大火で 被害を受けた後、忠実に再現された。ロシア革命とロシア内戦の時期、困難の中にあったソビエト政府はパブロフスク宮殿を修復し、博物館、美術館として1918年に大衆へ開放した。独ソ戦のレニングラード包囲戦の際、1941年から1943年まで、ドイツ軍がパブロフスク宮殿を占領していたため、 貴重品の略奪や金々を切り倒しての要塞化などで大きな被害を受けたが、ペテルゴフのペテルゴフ宮殿や、サールスコエセローのエカテリーナ宮殿が受けたような大打撃に比べるとまだ軽いものであった。修復は1944年に始まり、1970年にようやく完了した。ありがとうございます。